大島です。山下です。今日はですね、開幕戦の岡山ということですが、なんとかゴール取ることができました。おめでとうございます。まあ問題は明日ですね。明日もぶっちぎりで待ってますか？はい、レースで速く走れるために今年のシーズンオフはずっといろいろとテストしてきたので大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。